先進みます。なんか懐かしいな。公園のコレクション。え？公園？あ、わかった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 。プラスミド使ってくるスプライサーだ。なるほどな。だからこういう雰囲気か。まあ怯える必要はないな。カメラの準備だけしとくか。カメラの準備だけしときましょう。あー、いいね、武器強化ありますね。ハッキングしとこう。います？もう全然怖くないよ。出ておいで。なんねん。どこ？あ、来た！ほい！ふん！ほい！どこだ？ほい！オッケー。あ、そうだ、フーディーにスプライサーね。よーし。あとなんだ、ディオニーソスパークに侵入した彼の死こそが我らの再生につながる。うん、ラムさんもう聞かないよそんなの。とりあえず駅に向かわなきゃいけないんだよな。駅に向かいましょうパパッと。まあとりあえず武器強化しようか。マシンガンの飛距離、これを伸ばします。オッケー、これでマシンガン最大強化。けど先に進むか。ここはどういう場所なんだ。なんか敵の反応あったな。バカめー。公園のコレクション。わわわ、ガスが漏れてる。あ、トラップスピア、そういうことか。おい、あ、強くなってる、強くなってるわ。おい、あ、マーク・メルツァ、あ、なんだ、ごめん、ちょっと待って、え、新しい列車を見つけたという朗報があるが、駅は相変わらず封鎖されている。それに孤独じゃないみたいだ。警備区画に人影が見えたんだ。ちょっと確認してくれ。俺は見よう。え、マーク・メルツァー、マーク・メルツァーさん、あ、誰だ。Hello, boys. The name is Stan Poole. ラプチャートリビューン氏の記者だ。いい新聞だぜ。トイレットペーパーとして愛用されるぐらいな。まあとにかくあんたらと取引がしたいんだ。駅まで来てくれないか。おおお、なんだ、展開が激しい。なんだなんだ。スタンレー、え、マーク・メルツァーっていう人もいたし、なんだ、登場人物新しく2人来たな。言うほど、ギャザラーズガーデン先に見てみるか。あー、ありますね。強化しよう強化しよう。あとはサイクロントラップがもう3、ここの時点で3来てるってことはあんまり強くないのかな。こっちか。声しますね。メンテナンス通路、とりあえず駅まで行ったらいいんだよな。あ、あれあるんじゃない。あった、ほいほい、いや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 、ほい、怒れ怒れ、君も参加し、
おお、殺し合うんだ。ナイス。あ、雑魚的処理はこれいいな。なんだラムさん、かつて私の家だった社会共同体の実験をしていたの。人間の愚かさによって水を刺されたけど、うん、あ、だ、おお、激しいぞこのマップ。ラムに居場所を見つかり、俺はまだ見つかっていない。それから、あんたがパークから水を抜いたんで、リトルシスターがあちこちでアダムを探し始めてる。それがやばいんだ。え、なんだなんだ、どういう状態にあんだ。はい、現在の状況を解説したいと思います。前回セイレン通りを水没させましたよね。その影響というか、今いる場所ディオニソスパークですね、ここに溜まってた水をセイレン通りに流し込んじゃってたみたいです。なので今まではこのディオニソスパークが沈んでた。でもデルタさんが前回いろいろやっちゃったので、水がセイレン通りに移って、あの今まで沈んでいたディオニソスパークに今現在リトルシスターが大量発生、死体がねたくさん溜まってますから、リトルシスターが大量発生。ただ、ここはそんな問題ではないと、ここからが問題なところなんですが、ディオニソスパークはそもそもなぜ沈んでいたのか。前回の動画でシンクレアさんが少し説明してくれてますね。大洪水に襲われた、そして、カルトの仕業と報道されたということでございます。そして、今通信してきている人物、ジャーナリストとか言ってましたね、スタンレープールは何かを隠したがっているようでございます。以上です。あ、武器強化、武器強化ステーション多いぞ。どうしようかな、スピアガンかな。スピアガンだよな。うん、スピアガン強化しよう。オッケー。さあ、じゃあ行きますか。いろいろちょっと無視して突っ走ってるけど、これでいいと思う。はい。強化されてますからね、スピアガン。それから急いで、ママにこの声は聞こえないけど、私のことをじっと見てるの。その顔と言ったら、わあわあ、ちょっと待ってね、待っといてね。ランチャー、うわあ、来たー来たー。あ、待って、ランチャーが来たっていうことは、これ終盤入ったんじゃない。もうランチャーが最後の武器でしょう、明らかに。行こう、とりあえず。ほいほい。うん、ここも複雑。あ、違うじゃん、駅じゃん。複雑とか言ってるんじゃなく、あ、いた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 。死人に口なしってことは間違いだ。アダムは死人の記録を蓄える力があるんだ。そしてラムはその読み方を知っている。もしここの死人の記憶があの女の手に渡れば、俺はお悔やみ欄行きだ。だから、あんたに死体の記憶を消し去ってほしいんだ。リトルシスターを始末してくれ。やり方は任せる。そしたらこの駅を開けるよ。約束する。ん、さてどうしたもんか。やつは何かを、そうだよね、隠したがってる。セキュリティブースに閉じこもってやがる。さて仕事をしようか。リトルシスターたちを探そう。とりあえずじゃあリトルシスターを解放するのがこのマップの目的ってことになるのかな。あ、だからなんかこんな服複雑だったんだ。
まあ一人ずつ見つけていきますか。オッケー、一人目終わった。なんか騒がしいぞいろんなところが騒がしいけど、とりあえず一人目終わりました。あ、待って、そっか、ビッグシスターも来るもんな。じゃあオッケー、バイバイ。あ、なに、パパ、このアダムはここで見つかった全ての人たちの記憶が含まれているの。普通はリトルシスターにしか見えないのだけど、私はスタンレーが隠していたことを見せてあげる。スタンレーはママがいなくなるとディオニソスパークの管理をやめて、この気が狂った人たちにママのお金を全て渡して壊そうとしてたみたい。あー、You okay there? Keep your eye on the brass ring, brother. Find the rest of the sisters. なるほどな。じゃあまあ敵ってことだ、普通に。なるほどね。いや、エレノア、なんだ、Subject Delta's just a serial number, amigo. 実験体デルタってのは、識別記号でしかない。記事を書こうと思っていろいろ調べたよ。あんたは、あんたはかつてジョニートップサイドと呼ばれてたんだ。一人で潜水艇に乗ってラプチャーを発見した男さ。その後ひでえ目にあったが。え、お、さらっとなんか、過去暴露された。さらっと過去を暴露されてしまったよ。さあ、2人目完了です。救助、いや、いいね、こんな連続でリトルシスター。多分このステージはだからリトルシスター助けまくれっていうステージだよね。オッケー、あと1人か。あ、あ、私を孤児院に売ったわ。噛みついて抵抗したけどダメだった。うわ、やっぱ最低じゃん、あいつ。エレノは美人さんやね、やっぱ。バイバイ。うわー、あいつには制裁を制裁が必要ですよ。あと一人か。あっと、びっくりしたびっくりした。スタンレー、 あんたは根性のある、深海探検家だった。だがライアンはあんたをスパイだと、思い込んで監獄行きさ、名前を消しちまったんだ。さよならジョニートップサイド。こんにちは実験体デルタってな。あー、ライアンのせいなんだ。まあ、でもライアン確かに前作の主人公もスパイと勘違いやってたもんね。なるほどね。で、幻覚ダディ、え、 なんだいこれは。もしリトルシスターたちの、アダム回収中によく邪魔が入り続けるのなら、この限界ダディトニックで彼女たちをせかしましょう。リトルシスターのアダム再生スピードマジか、これちょっと取るか。じゃあ、何？これを全部片付けてラプチャーの恵みが手に入ったら、俺もあんたも島一つ買って うはうはな暮らしをしようぜ。なんか死亡フラグな気するぞ、その発言ちょっと怖いな。ここに幻覚ダディをつけると、装備。こんなもん、とりあえずこんなもんかな。よし、行くぞ、救助。いやー、ビッグシスター戦来るぞ、これは。さあ来い。とりあえず記憶がまた、そうだよね、私がいなくなってからスタンレーはママの信者を獣にしてしまった。ママが戻ってくると聞いて真実が語られるのを、恐れ彼らを黙らせる方法を考えたの。あ、それがここを沈めたってこと？大洪水だっけ？あー、なるほどね。スタンレー、お前は許さないぞお前を許す気はないからな。
I've unlocked the train for you. But remember, if Lamb catches you, mum's the word. で？来る？あれ来ない？え？デルタ。デルタ、私たちの対立は、エレノアを動揺させるわ、あの子の心の安定のため彼らにはあなたが苦しまないで済むようにお願いしたわ。あ、なんだ、あ、クソ、なんか来たな。あれ、ダムが何か企んでいるぞ。お、あら、いや来るじゃん。なんだよ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 、クソ。いいよ来いよ来いよ来いよ。